はい、こんにちは、こんばんは、タカです。最近ね、大きくずっとそばの方が動いていますんで、どうしてもトレンドフォローをしてしまいがちになるんですけども、昨日はね、トレンドに乗ろうとして高値安値を順張りで追いかけてしまうと反転してしまうような、珍しくね、方向感のない一日となりました。そうなった原因とかもね、いろいろ考えてみたいと思います。まずこちら、ドル円の4時間足週足を重ねています。ここに緑のラインがね、引いてるんですけどもね、108円のラインになります。で、これは何かというと、週足でしっかりサポートされているラインです。週末も動画で話しましたけども、ここを割り込むかどうかで大きな流れが変わってくるかと、そういう風に判断しています。ただしここは週足のサポートになりますんで、この週足が閉じるまでにここをサポートされるかどうか、そういったのを見ていくということですね。この週足の最安値がここでサポートされると、そういった意味ではありません。あくまで週足の終値がここをサポートされるかどうかを見ていくということです。木曜日金曜日と大きな下落を生んでいましたんで、この勢いが続くのであれば、昨日の月曜日もね、下の方に大きく走ってもおかしくないかなと、そういう風にも見ていたんですけども、一点ね、この108円を絡むような動きで1日が終わってしまいました。僕はここの108円というのはね、かなり意識していますけども、他の市場参加者がここを意識するかどうかというのはわからないわけですよね。その答えを知るにはやっぱり値動きを見ていくしかないわけなんですけども、月曜日の動きを見る限り、ここの108円というのはだいぶ意識されてるのかなと、見えなくもないです。これだけの下落も止められてますんで、意識されてるかなと判断することもできますけども、まだ月曜日だけですからね、1日止められたからといってここがしっかりサポートされてると判断するのも早いかと思います。こういったのはね、時間が経たないとやっぱりわからないですから、火曜日水曜日とこの108円のブルベアの攻防、ここを見ながら市場がね、この108円を本当に意識しているのかどうか、そこをチェックしていくことになります。はい、こちら1時間足に日足を重ねています。ここが108円週足のサポートになります。ここにね、絡んだ動きを示してくれば、まあサポートされてると、判断することができるわけですけども、これね、107円までね、朝方突っ込んでます。それはね、やっぱここの木金曜日のこの下落の勢いがね、やっぱり手伝って下の方まで行ってるんかと思いますけども、これだけの後押しを受けて、安値を作っていますんで、ここの安値を割ってくると少し下の方にやっぱりね、行きたがっているのかなと判断することもできます。108円を意識されていると、そういう判断を下すんであればね、まずは日足レベルでここの安値をね、守りたいところではあります。この日足の高値を更新してもね、特に大きな動きがあるようには思えないですけども、ここの安値を更新してしまうと直前やっぱこの下落がありますんで、下への見というのが当然やっぱり出てきますんで、この日足の安値というのはね、やっぱり意識しないといけないかなと思います。もし割り込めば、前回抜けたことでね、大きく上に加速しているここのライン、105円のミドルあたりですけども、ここへ向けた下落、そういったのが起こりやすくなってきます。はい、こちら15分足に4時間足を重ねています。木曜日金曜日と大きな下落トレンドを生んだまま引けていましたんで、月曜日もね、そのまま下の方のトレンドというのが継続する可能性というのは、考えないといけなかったです。同時にね、僕はここ108円サポートを考えていましたんで、ここの動きね、どうなるかなというのはかなり注目していました。朝ね、下の方に突っ込んだんで、やっぱり下の方にトレンドね、加速してしまったんかなとも思ったんですけども、急反転してきたことで、この辺りでね、大きな持ち合いを作るかもしれないなという、そういった仮説をね、一応立てていました。この仮説はね、この下落に対して反転の波がこういう反転の波をね、生んでいくとはやっぱ考えづらいですから、そうなるとここの戻りというのはやっぱり限定的だろうと。そしてここの安値の部分というのはね、木曜日金曜日とね、2日間かけて下げてきた勢いを持ってつけた安値になりますんで、一回止められた後も再度ここの安値を大きく割ってくるんであればね、下へのトレンドっていうのが明確に出てくるかなと、そういう判断をしてもいいかなと思っていました。なので、ここを下に割ってくるまではある程度持ち合いになるんじゃないかなっていうのを想定したわけなんですけども、そういった中でこの4時間足が3本ね、さらに小さな枠の中に収まってるんですね。この動きを見た後にね、チャンネルの掲示板の方にも投稿させてもらったんですけども、直近ね、大きな相場が続いてますんで、トレンドフォローという形で、高値や安値を叩いてしまう、そういった動きがね、利益につながりやすかったとは思うんですけども、この月曜日の動きに関しては、それをやってしまうと天底を掴んでしまいがちになるかなと、少なくともブレイクに乗っていくのは、慎重にならないといけないなというのは、こういった値動きからもね、判断することができたかと思います。あとはもうね、持ち合いができると考えたんであれば、レンジ圏さえ見つけてしまえば、上から打ってしまえばいいわけですから、二度ここをね、頭で抑えられていますけども、こういった動きを見つければね、過去を振り返ってみるとここでも止められていますんで、こういったところでもしかしたらレンジを組むかもしれないなと考えることができます。
僕はこの後はねトレードしなかったんですけども、この動きを信用するのであればね、こういった高値のエリアからね積極的にショートを打っていくのもいいかもしれませんけども、ただまだここの高値がねしっかり決まってるという段階ではないので、抜けてしまったらね素直に切らないといけないと思いますけどもね。安値を買っていくというのは少し怖いですね。直前の流れが下落の波になりますんで、下に抜けてしまうとやっぱり相場が早いです。最終的にはねレンジになるかもしれないですけども、ここの安値で拾うというのはそれなりにリスクのある行動だというのは理解した上でのロングということになります。はい、こちら5分足に1時間足を重ねています。朝いきなりね、金曜日の安値を割り込んで相場の方が始まっていますけども、これねプルバックが入って売りやすい形にはなっています。ただ僕はここの108円の週足ですね、ここは気になっていたので、少しね朝の動きというのは見ていたかったので、いわゆるね下へ騙してスパイクで上に上げてくるような動きですね、こういった動きを警戒していたので、ちょっとね様子見をしていたんですけども、結構ね僕が思っていたよりはね下の方に突っ込んでいきました。107円の切り場近くまでね大きく相場下がっていますんで、この段階ではここまで戻ってくるようなイメージっていうのはあまりしてなかったんですけども、この流れが結構早かったですね。この動きを見て108円、週足のサポートが意識されているかもしれないなと、そうなってくるとこの辺でレンジ圏を作ってしまうかもしれないなと、そういう風に考えていました。一応ねこの下落に対してのプルバックということで、この辺りでね腹身を作るんじゃないかなという風にも考えたんですけども、これよりワンサイズ大きい足でね4時間足がね小さな枠に収まっていましたんで、この形も考慮しつつ4時間足もレンジを組んでいるということで、ますますレンジに対する警戒感を持っていました。ここで僕が昔ねよくやられたパターンがあるんですよね、ここ高値を抜けてますよね。この高値抜けを見てロングを狙っていく、こういった波のイメージですね。こういうトレードをしてね、よく昔負けていました。このトレードの何がダメなのかね、もちろん高値を抜けているんですからロングで上を狙っていくの悪くないじゃないかと、安値も切り上げてますからね。もちろん短期足ではそうなんですけども、僕がここでロングをしていた時期というのはね、こういう波をイメージしてたんですよね。下がった後に相場が反転するとギュンと戻ると、こういうイメージをすごくイメージしてたんです。でも実はこの反転ポイントというのはね、こんな鋭角に反転していくわけじゃなくて、下落してきた波というのはね一旦間を置いて上に上げることがやっぱ多いんですよ。でここの期間というのは、その直前に起こったこの下落の波、この下落の波にある程度釣り合うような、それだけの期間がやっぱり必要だったりするんですけども、この意識が飛んでしまうとこういう波のイメージをどうしても持ってしまうんですね。目の前で高値の更新があったりすると飛び乗ってしまったりするわけです。そうするとねロングをエントリーした瞬間に落とされたと、そういった形にもなりやすかったりするんで、なので僕はね相場の判定には時間がかかるんで焦るなよと何度も自分に言うんですけどもね。でこれを意識するようになるとね、トレードの回数はもちろん減ってしまうんですけどもね、チャンスを逃したりすることも当然出てくるんですけども、こういう変なところでの高値掴み、そういったのはものすごくやっぱり減りました。そしてこの持ち合いというのをやっぱり意識しますんで、大きなこの波ですね、この波を、捉えることができるようになってきました。まあ、もちろんここの形ではね、下落トレンドの中にある持ち合いですんで、小さな時間足の中の上抜けというのはね、騙しに遭いやすいという、そういった流れももちろんあったりはしますけども、まあどちらにしてもね、このトレンドが生まれた後に、その腹身の中で持ち合いが生まれてエネルギーを貯めていくと、そういう動きを常にイメージしていると、こういう高安をね掴んでしまうようなことっていうのは減ってきますんで、ついついね慌ててエントリーしてしまうような方はこういう大きな波をね意識してみるといいかもしれません。というわけでドル円に関しては、僕が今のところね意識しているこの週足のサポート、この108円ですね、現状はここに絡んだ動きをしていますんで、引き続きこの108円を意識したような動き、要は週足のサポートを意識したような動きをするのかどうかですね。それが続くようであればね、ちょっと持ち合いの期間も長くなってくるかもしれないです。このハイボラ相場に慣れてしまうとね、大きく値幅を狙いがちになってしまいますけども、そろそろそういったのもね注意していかないといけない時期に入ってきたのかもしれないですね。もちろん流れとしてはね、加速しやすいのはやっぱり下だと思います。直前が大きな下落トレンドですんで、その流れが継続していると考えるとね、やっぱり下に抜けた方が大きく相場の方はね動きやすいかと思いますんで、そこはやっぱり注意していかないといけないかなと思いますけどもね、下への動きというのをカバーしながら週足のサポートを意識したような動きになってくるのであれば、ちょっとトレードの方は、慎重にやっていかないといけないかなと、そういうふうに思っています。はい、変わりましてこちらユーロドル4時間足に週足を重ねています。ユーロドルは、月足がここの赤枠の中に常に収まっているんですよね。これ重ねている足を月足に変えてみたいと思います。
はい、こちら突き足になるんですけども、綺麗にねこの赤枠の中に収まっているのがわかるかと思います。今月もかなり上に下にとヒゲを出してるんですけども、最終的には今ここの位置にいます。そして今日は月末ということで月足が確定する日になります。そう考えると、今日一日はここはしっかりサポートされるんではないかと、まあ、多少抜けることはあるかもわからないですけども、月足として見た時に大きく下に抜けるような形にはなかなか考えづらいんじゃないかなと。つまりね、この中で収まるのをメインシナリオに置いていいんじゃないかなというふうに考えています。はい、こちら1時間足に日足を重ねています。日足の高値を更新できなかったことで上昇の方も一服となっています。どれもそうでしたけどもね、大きく動いた後の持ち合いを意識したような動きになってくるのかなと、そういうふうに思っているんですけども、じゃあこの後ね、どちらの方向に行くのか。一つはね、この下落に対する戻り、つまりね、ここで持ち合いを作った後は再度下への流れが出るんじゃないかなと、これが一つのパターンですね。もう一つは、大きな足で見た時にはね、過去下を試してダメで、上を試してダメで、下を試してダメ、こういった流れが出ていますんで、この上昇波が続いて、上を目指していくんではないかと。見方はね、完全に真逆になるんですけども、この見方は、結構市場参加者によってバラバラなように感じます。いろんな意見や見方、そういったのがあるような形なのかなと、そういうふうにも思います。参加者全員が迷ってしまうと、余計ここでね持ち合いが長くなってしまったりもしますし、突発的にね、下や上への騙しの動き、そういったのも出るかと思います。まあ、そういった結果が、この月足のレンジと、そういったのにつながってるのかもしれないですけどもね。なので理想を言えば、月足がね上とか下に抜けてくれれば判断もしやすかったんですけども、月足もね今日閉じるということで、なかなかそういった動きも期待できない。まああまりね月足に縛られてしまうと全然トレードができなくなりますんで、あくまでね頭の片隅に置いとくような形でいいと思うんですけども、とまずは下にね月足の安値がここ走ってますんでね、ここをサポートされるんじゃないかと、このサポートを確認しながらレンジ圏、つまり足場ですね、次の動きにつながるような足場を作っていくんじゃないかなと、そういった動きをメインシナリオに考えていきたいと思っています。はい、こちら15分足に4時間足を重ねています。これもね先ほどドル円で言った流れと一緒なんですよね。レンジ圏ができやすそうなところでこのね戻り高値を抜けてるんですよね。上昇に見えるんですけども、もちろんね安値も切り上げと形を見ればね上に行くような形に見えるんですけども、それを追いかけてしまうとなぜか天井を掴んでしまうと。これ防ぐにはね大きな波のイメージを意識して、急激なねこういう上昇をこういったイメージをね、持ちすぎないことが大事かなと思います。ここは月足のサポートになりますんで、今日月末ですんでね、月足がここでサポートされるんであればね、下にこういう風に抜けてきたところは、拾っても面白いかなと思っています。ただしまあ基本的には持ち合いですね、レンジ圏を作っていくんじゃないかなと。大きな動きというのはねあまり期待できないんじゃないかなというふうに考えています。ポンドや5ドルもほとんど動きがなかったので、今回はパスをして株の方を見ていきたいと思います。こちらニューヨークダウの CFD 1時間足に日足を重ねています。日足で見るとねほとんど動きがないので状況は何も変わってないんですけども、前回大きく買われた場所から抜け出せていないので、以前ね戻り売りを消化中と。でイメージとしてはね、ここの期間が長くなればなるほどやっぱりそれはね戻り売りを消化しているということになりますんで、次の動きというのはね上の方に出やすいのかなという気もしています。戻り売りを消化できなかった失望の売りですね、そういった形が出るのであればもっと早いタイミングで落ちてもいいんじゃないかなというふうにも思うんですけども、意外に硬いなというのが正直な感想です。とはいえねまだ安値圏は1回しか試していません。これだけの相場、そこを一度しか試さずに上に流れが出るのかと、そこにも疑問点は残るんですけども、現状はやっぱりここね、すごく頑張ってるなという印象があります。なんとなく売りを狙ってる人も多そうなんで、逆にね上に伸びてしまうと相場の方ね走ってしまうかなと、そんな気もしていますけども、現状はまだそこまで考えるの早いですかね。戻り売りの消化中ということで、これの結果待ちですね。はい、こちら日経平均の CFD 1時間足に日足を重ねています。日経も一緒ですね、ここで持ち合いを作ってるんですけども、これは前回ね大きく買いが入ったポイント、およそねこの辺りになるんですけども、こういったところはやっぱり戻り売りが入りやすいので、上げるためにはねそういったものを消化していかないといけないです。現在はその戻り売りを消化中ですね。消化しきれなければ下への流れというのをイメージできるんですけども、これもねダウと同じで意外に踏ん張ってるなという印象です。戻りを叩かれるんであればね、もっとすんなり叩かれて下への流れが出てもおかしくないかなと思うんですけども、かなりの期間ねここで踏ん張っていますんで、
底根圏しっかり作っていますんで、もしかしたらね、ここを足場に上への流れっていうのが出てもおかしくないような形にはなっているかと思います。ただこれはダウンも同じなんですけども、これだけの大きな下落をしてきた中で、そこを一度しか試さずに素直に反転していくのかと考えた時に、少し疑問点はやっぱり残るんですけどもね。今のところはね、この上の目っていうのがだいぶ出てきてるんじゃないかなというふうにも感じます。今日で月足が閉じますけども、もう月足はね、完全な陰線になってますんで、そこはそんなに意識する必要はないかなと思っています。なので今この形からどういった風に相場が動き出すのかを見ていく形でいいのかなと思っています。なんとなく短期では上に行きそうな感じもありますけどもね。まあ、というわけで、為替相場に関しては、過去2週間ほどね、大きなボラが続いていますけども、そろそろ収まってくるんじゃないかなと。そうなってくると、持ち合いの動きにやっぱりなりやすいかなと思うんですけども、持ち合いになるとね、やっぱり高値安値順張りで追いかけてしまうと高安を掴んでしまうことになるので、そこは注意ですね。そして大きなボラがあったので、時間足もね、かなり短い時間足で皆さんトレードしていたと思うんですけどもね、僕もそうですね、普段ほとんど使わないんですけどもね、1分足を使ってねトレードしたりもしていましたけども、そういったのもやっぱり控えていかないといけないかなとも思っています。ここのところずっと1時間足で波も追いかけていましたけども、そろそろね4時間足とかそういう大きな時間足での波ですね。エントリーも少し長い時間足、例えば15分足とか、そのあたりも使って大きな波を捉えていくように意識したいです。持ち合いというのはね、次への波が出てくるための準備期間なんで、その持ち合いが続く間に次ね、どちらに向かいたがってるのかというのがなんとなくね、チャートから見えてきたりもします。今はまだ持ち合いの作り始めということで、情報も少ないのでよくわからないことも多いですけども、この期間が長くなればなるほど次の動きがね、予測しやすくなったりもしますんで、そういう情報はね、逃さず見ていきたいです。あとは株ですかね。意外に強いという印象がやっぱりあります。これはダウン日経も同じなんですけども、明らかにね、戻りの売りが出やすいところで、これだけ踏ん張っていますんでね、消化できずに落ちるんであれば、もう落ち着いてもおかしくないんじゃないかなと、そういうふうにも思いますんで、そこを踏ん張ってるということは、上への流れが出てきてもおかしくないんじゃないかなと。決して世界情勢を見るとリスクオンになるような形には見えないですけども、相場というのはやっぱりわからないですからね。今のこの状況だと、ショートをしている人がやっぱり多そうな感じしますんで、上へ抜けてくると踏み上げ相場というのがあるかもしれません。そうなれば、為替にもかなりの影響が出てくるかと思いますんで、この株の動きもやっぱり注目ですね。それでは今日も頑張っていきましょう。